こんばんは、ミリアです。今日はこの間韓国に旅行に行ってきたんですけど、ドリアンの購入品を紹介していきたいと思います。結構韓国に女子が女の子が韓国旅行行く時って結構ドリアンに行くの必須じゃないですか。韓国限定のコスメとかスキンケアが置いてあったり、種類がいっぱい置いてあるので、お買い物すごく楽しくて結構行かれてると思うんですけど、今回ね、私は2万円分くらい、約2万円分ぐらいのスキンケアとコスメを購入したので、そちらをご紹介できればなと思います。それではスタート。で、オリアンに行く前、韓国旅行に行く前に結構 TikTok とか Twitter とか Instagram とかでオリアンで買うべきものをたくさん調べていったんですね。で、めぼしいものを買えたので、結構なんかオリアン初心者というか初級編、王道、今流行ってるものっていうのが多いかなと思います。ネットで調べてると9点のメガ割で買う方が安い時もあるみたいです。まあそれはチェックしてお得に買ってもらえればいいんですけど、まずはパックから紹介していきたいと思います。リンゼイのモデリングマスク、日本の方も韓国の方もよく使ってるみたいで、これは水をこう自分で含んで混ぜて泥っぽくしてパックするので結構時間がかかるんですよね。15分から20分くらいかかるので、まあデイリーケアというよりかはスペシャルケアにぴったりかなと思います。オリアンは何種類かウィンドウショッピングで行ったんですけど、必ずメインのところに置いてあって結構注目されてるのかなって思います。もうよかったらリピートしたいですし、なんか見た目も可愛いので友達のお土産にもいいかなって思います。次は2つ目のパックなんですけど、こちらです。リジュランのパーフェクトヒーリング V タイターっていうパックになります。リジュランって結構美容液がすごく人気なブランドで、ドクターガツコスメになるのかな、なんですけど、リジュラン注射とかって最近流行ってるの、流行ってますよね。私もやったことなくてやってみたいんですけど、何種類か入ってるのかな、4つ入りで、調べてると生地がすごく分厚くて美容成分がたっぷり入ってるみたいですね。で、首までしっかりとパックの、シートがあるタイプなので、まあ、これもデイリー使いというかは本当にスペシャルケアっていう感じかなって思います。なんですけど、まあ、ドクターズコスメだから結構合う合わないあるかなって思うので、まあ一回試してみてよかったら美容液とか注射とかもやってみたいかなって思います。はい、お次は2つ同じブランドで購入したんですけど、こちらです。フィリミリのニキビ圧縮器と、こっちがウォータリーパフになります。これは水に含んで下地とかファンデーションとか塗るパフなんですけど、最近1日で使い捨てるパフを買ってたんですけど、まあ、こっちの方が密着感とかもいいのかなって思って、あとはメイクさんとかもね、やっぱりパフ使ってる方が多いので、お肌とファンデーションの密着度っていうのはやっぱりパフがあったらより作れるのかなって思ってます。で、これは角度があるので、まあ、小鼻とか目の際までしっかりと下地塗れるかなって思ってます。ニキビ圧縮付き、なんかあんまり日本でこういうニキビ取り出すやつってドラッグストアで見たことがなかったんですよね。皮膚科で見かけることはあったけど、あんまり日本人見たことないけど1個持ってたいなって思ったので購入しました。ニキビできて圧縮しに行きたいけど時間がないとかっていう時に、まあ、これ持ってれば呼吸の時は自分でやったりできるかなって思って買いました。これもね、安かった気がする。はい、お次ももう本当に多分オリアンの購入品といえばっていう感じでよく出てくる商品だと思うんですけど、こちら念願で買いました。オーソマルイミューンという美容ドリンクになります。で、1週間分とかもあるみたいなんですけど、私が行ったオリアンは全部すごく人気で売り切れか、この大容量バージョンしか売ってなかったので、この2週間プラス1日15日分入ってるものを
購入しました。これでね、6000円くらいするのかな。で、こんな感じで上にあのサプリが入ってて、下が美容ドリンクみたいです。亜鉛とかビタミン B とか、あとビオチン、ビタミン A とか、いろんなお肌や健康にいい成分が入っていて、これ1本でサプリメントが完結するって言われてるような美容ドリンクになります。次からコスメに入っていきたいと思います。まずはデイジークでこの2つを購入しました。最近デイジークがすごい可愛くて気になってたんですよね。結構ツヤっぽいっていうよりかはマットっぽい質感が多いとか人気なイメージがあるんですけど、可愛い。結構ドマットで、今って韓国ツヤ肌も流行ってるけど、なんかマットなアイシャドウとかチークとか結構見かけるので、これは今っぽくて可愛いかなと思います。これは絶対盛れるなと思って購入しました。多分めちゃくちゃ顔に馴染む、顔に合うので気に入ってます。早く使いたいな。まあ、4色あるので混ぜたり単体で使ったりしていきたいなと思ってます。次がコンシーラーなんですけど、9色のパレットになっていて、グリーンとか紫っぽいのも入っていて、あとはこういう色の濃いニキビとか傷跡消しにも良さそうな色味も入ってます。これも混ぜて使ってもいいし、まあこの辺とかはね単色でクマ隠しにもいいかなと思うんですけど、デイジークのサイト見たらクマにはこの色とこの色を合わせた方がいいとか、あとはまあ口角のくすみとかはこの色とこの色が合わせたらいいっていうのも書いてあったので、まあ、それを見ながら参考にしつつ使っていければなと思います。はい、お次はリップを購入しました。こちらです。アミューズのデューティントの03番。これも結構コーラルピンクで、まあ、イエベ大優勝なリップかなって思います。さっきのねチークとも相性いいかなって思うんですけど、乾燥せずこう縦線とかもできづらいようなリップみたいです。ティントリップなのでご飯食べてても崩れにくいですし、今つけたんですけど可愛いよね。あんまり03番は発色はいいんですけど、そんなにパキッとした色味じゃなくて肌に馴染むので、あのイエベハルさんもぜひ使ってほしいなと思います。可愛い。やっぱりさ、ちょっと潤いがあった方が私は唇好みなのでリップは重宝するかなって思います。はい、お次がこちらです。ノベブのアイマスター05番のクリームピーチっていうものを購入しました。これはですね、こんな感じでスティックタイプになってるんですけど、ペンシルの細いタイプがコンシーラーになっていて、これでまずクマを隠すんですね。ちょっと鏡見てないからさやりづらいんだけど、こうやってまあクマを隠して、こっち側の太い方がグリッターになってて、こっち側で涙袋を強調するっていうようなものになってますね。ちゃんとねこれはね使ってまたメイクしたいんですけど、なんか自然にぷっくりなるのでこれは可愛いかなって思ってます。はい、ということで今回はオリーブヤングで購入した2万円分の商品を紹介してみました。結構王道なものとか、まあ、オリアンでこれ買っとけば間違いないみたいなものたちを購入していたので、よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。それではまたねー。